人生は騙された方が楽で楽しいっていう場合が多いイエス・キリスト的言い方をすれば悪魔が誘っている状態そういう人生の心の持っていき方っていうのは全体として非常に成功しますね人は騙されたがってるのか根拠なしに嘘を信じたがっているように私は見えますとそうですね<ー>それは2つありまして騙される方が自分としては楽な場合が多いんですね、うん それで僕はそれはダメだと思ってます。うん、人生は騙された方がずっとずっと楽なんですけど、うん、楽で楽しいっていう場合が多いんですけども、それは自分がこれは騙されるなと思った時は、自分の心をすごく冷たくして、そしてやり過ごすということを僕はしますね。うん、それでもうそれには反応しないっていうか、うん、私は 非常にイエス・キリスト的言い方をすれば悪魔が誘っている状態っていうことですね。うん、そういう時は、それは自分にとっての人生にとっては楽でもあり、喜びも与えてくれるけれども、 やっぱり自分のものも僕は,は思うのは武井先生がを損得考えるっていうあの話もあると思うんですけど、はい、よくね騙された人をですねかわいそうとかっていうふうに言うと思うんですけど僕は,、はい、は逆ですよねつまり、うん、これに乗ったらこんだけ得するんだとかっていうその自分の得を考えてそれがあたかもそうなったらいいそうなったら得だ。 みたいいな話に乗っていくつまり、の騙す人間も騙される人間も考えてるその思考レベルっていうのがかなり近いと思うんですよ。なので、そこがこう合致した上で、じゃあお金を出しちゃうみたいなことがなんか起きがちなんではないかなというふうに思ったりもしますねその点では、今のことに少し関係するとしたら、この株を買うと値上がりしますよと。はい だから儲かりますよという話には僕は絶対に乗らないんですよね、うん、その株を買うことによって日本の産業が発達し子どもたちにより豊かな生活が来るから買う、はい、その結果その株は上がるから自分が儲かるっていうならいいっていう、うん、まあそういう人生の心の持っていき方っていうのは全体として非常に成功しますね。うん 今日ののの環境の問題の話にしても例えばミャンマーの話にしてもアフガニスタンでね虎の門についても話してましたけどそもそも歴史がどういうことがあってどういうことを経てきてで起きているのかっていうところを見たらその先生のような 考え方とか意見っていうのがう出てきて、当然なんですけれども、学校の先生がそういうふうに言ってるからとか、16歳の少女がその温暖化を訴えてるからといって、それを鵜呑みにしたそう信じてしまう、そもそもデータ見て、科学的にどうなんですかっていうふうにこう、冷静にこう見る目っていうものが、やっぱりあると、物事を適切にこう判断できるようになるっていう感じだと思うんですよね。はい